はい、みなさんこんにちは。何ですか。こんにちは。何なんですか。ちょっと一回座ってください。もう一方いますよね。もう一方、はい、坊さん。坊さんの弁当を欠かしましたと。ちょうど帰宅してきました。なんだ。ちょうど帰宅しました。何回し。何回し。まあまあ座ってください、座ってください。何回し。はいよ。目覚めのサブチャンネルだ。今、まあ、僕今来たばっかなんですけど、T ボーンさんの弁当は僕今隠しました。はい、うん、食いかけのね、うん、まあいつは気づくはずです、かなり、うん、必ずね。で、まあ、あいつは犯人を疑うわけです。はいはい、多分5人のうち誰か分かりません。はい、犯人の演技をしてください。あの犯人じゃないじゃなくて犯人の演技。それであいつ当てなかったら、弁当僕が食べます。当てたら返します。オッケーですね。オッケーオッケー。もう初っ端大事だよ。はい、チャキチャキチャキ。おい、一気にみんな来たな。汚っ。ちょっとおかしいでしょ。そこじゃないでしょ。こっち座って。なんかおかしいとこある。あるよ、はい、座って。なんだよ。何。腹いっぱい。腹いっぱい。俺も腹いっぱい。めっちゃ食いすぎた。あ、そう。もう食えない。うまくってないじゃん。ん。お前はだって言ってたじゃん。なんかお腹いっぱい。普通にさっきやって食ってたじゃん。よし。うん。お前食ってたの。うん、食ってたよ。でも食い切った。いいよ。いいよ。あ、誰が食った。うまかった。うまかった。いや、お前のちょっと辛かったけど。あ、そういうことか。うまかった。そういうことか。辛かった。マジで麻婆豆腐うまかった。うん、うまかった。めっちゃうまかったわ。辛かったけど。やっぱ麻婆俺好きだな。めっちゃうまかったな。ただめっちゃ早食いすぎて、なんか味わかんなかった。確かに。ちょっと辛いよね。そう、辛かった。まあ、そんなにどうでもいいけど。辛かった。そんな集まってすることではないけどね。あ、うまかった。まあ、俺が全部食ったんだけど。いや、俺が全部食った。俺が全部。いや、いい、俺が一番このドッキリに貢献しましたみたいなこと言わなくていいです。俺が一番やってやったぜみたいなこと言わなくていいのよ。違うのよ。俺が全部食ったのにかばってくれてる。俺が全部食った。あ、優しさだろ、それ。俺が全部食ったわけ。あ、そう。いや、全然あれぐらいでよかったから、俺。もうやめてくれない。何それ。もっとさ、誰だよとか探せや。違う。もっと探せ。誰だよ。俺本当にね、あれぐらいでなんか俺もういらないなってなって、で、トイレ行ったから。だいたい俺食事中トイレ行かないじゃん。行かないね。うん、俺トイレ行くってことはもういらないなっていうことだから。そうだから別にそんなに痛れてない。じゃあ誰が食ったか当ててじゃん。もう当てて。いや、いい。俺が食ったんだよ、全部。あ、そうなんだ。全部俺が。美味しかった。めっちゃうまい。あ、いいじゃん。いいじゃん。こいつなんだかんだそういうとこ優しいから食わない。そう。食うよ。こいつが優しさ見せてんのか。半方に優しいからね、こいつね、食わない。だからこいつモンスターとか平気の方がやる、俺。どんお前本当に本当にやばい。確かに。俺だ。守ったよ。見せて。ちょっと待って。守ったよ。
俺ジャイアンなら何でももうジャイアンって使ったよね。いけいけいけ、おいおいおい、ふざけんなよ。おーよく飲まれるんですよ、大樹たつきに。だから、あえて全部飲んで、水入れて、置きましょう。もう、3人が立つない。ここ3人の顔が、下の方が動くけど、ずっと恭平が大樹の顔。炭酸のつもりで、ちょっと息殺して飲んだ水じゃん。くそうざい。やば。本当は大輝にかけるわけなんだけど、演技うまっ。そうだな、ずっと大輝の前でアピールしてるのに、これ絶対飲まないから飲めや、俺の飲めよ。そうだろ、俺選ばそうですよ。そうだ、だから麻婆豆腐は俺選んで。そういうことじゃあこいつが勝手に外れた。それはマジ食ったの。そう食ったの。えっ、それはマジ食ったの。俺が偶然の産物だった。え、なんでそういうこと。俺らはこっちやろうと思ったけど、いきなり始まったからもう止められない。それはそれってふざけんの。どっちも進行してる。俺誰が食ったの。あ、出て誰が。そこもガチだわ。そこもガチだわ。なんで。俺もう本当にもう普通にもうカメラ回ってるの気づいたし、絶対さっきその話してたから。そうで、ここでちょうどまそのドッキリやるんだろうなと思って。だから誰が麻婆丼食ったか当てて。どうでもいいよそれは。もうあれじゃないよ、麻婆丼。こっちがメインです。いや多分、メインはこっちですよ。どう考えてもメインこっちや。なんだよ麻婆さん、当てられなかったってことでよろしいでしょうか。いらないでしょ、これもう。じゃあ、リモン、リモン、リモン。リモン？ファイナルアンサー？ファイナルアンサーで。外れてもいいよ、こんなの。もったいぶるな。どうでもいいんだから。言えよ。言えよ、そこまで。誰だ、誰だ、誰だ。うざーんねー。違った、悔しい。めっちゃ悔しい。残念。1000万か。1000万の夢が。誰買っていいよ。1000万円だからねえだろ。正解はこちらでした。これはもうあなたのものではありません。残念。惜しかった。クローズ、クローズ。ダメだ、もう外れたら食っちゃダメだよ。もうダメだよ。おい、なんだこいつ。ということでね、こういうね、いっぱい変なのやっていくから、よろしく頼むぜ。どれ飯屋が見てえだけじゃん。で、3秒で飲めたら、俺が3本買ってあげる。いける？ピースだ。いける？3。ベロ出ちゃうやつ。ベロ出ちゃうやつ。よくわかんない。そのベロ出ちゃうのよくわかんない。このモンスターを、このモンスターを強栄が3秒で飲みます。で、3秒で飲めたら、俺がこのモンスターね、いつもなんかこいついろんなやつに飲まれてるから。うん、確かに。いろんなやつってないぐらい。前とタツキぐらいじゃん。これを、3本買ってあげます。お、3秒で飲めたらね。これでかいね。いや、3秒きつい、5秒でしょ。うん、いきますよ。いけ、よーい、スタート。トイレの水入ってる、トイレの水入ってる、トイレの水入ってる。はい、ダメでした。大輝さん、リアルすぎる、リアルすぎる。これもっとポップに入ってる。これリアルトイレ。あの流して、あの上から出てくるの。手あるの。下のトイレじゃない。下じゃない。あ、下じゃないの。下じゃない。あ、じゃあまだ良かったけど。そうね。でもあそこ。良かねえ。あそこ。ちょっと良くないですよあれ。今日お前がな。俺にドッキリかけようとしたけど、俺がドッキリ仕返しちゃった。ちょっと待って、俺まともにまだ一本も飲めてねえんだよ。これ4本あった今日。頼まれまくってて、めえやに。かわいそう。あ、もう 100% トイレの水。 100%。 じゃあもうシワシワしてない。してない。
水びっくりした。え、これやべえ、モンスターと思って水飲むとほんとやばいね。やばい、頭混乱するよ。いや、多分なんなら水が一番かも。さっきやられた人、いや、めちゃめちゃ混乱するよ。いや、しかもまずいよ。めっちゃまずい。モンスターって頭飲んでるから、そうだね、混乱する頭が、これ。